失礼します。失礼します。こんにちは。いらっしゃいましたよ。芹沢カメラマンです。こんにちは、芹沢です。芹沢のおかえりなさいってことで、誰もです。ありがとうございます。どれぐらいの期間行かれてたんでしたっけ？132日間ですね。132日間。まあ撮影クルーの役割としては一応そのメインカメラマン、はい、メインカメラマンという役割で、はい、今回は臨んだと、はい、いうことですよね、はい。で機材なんですけど、うん、まあね、機材ね、僕らってやっぱいろんな機材使いますけど、多分今回も南極めちゃくちゃいろいろ持ってったんですよね。そうですね。ちょっと今かなり雑然としますけど、ね、いろんな作業まだやってるんですよね。そうなんです。南極からもう持ち帰って、極地研究所から持って帰ってきて、まだ全然片付いてないんですけど、まあ、撮影機材でいうと、まあ、一つはまあシネマカメラ、まあまあ、これはソニーさんの FX3 っていうカメラを使うんですけど、まあ、これですとか、あとはパナソニックさんの GH6、 それからさ SH1 とか、まあ何個か使っていてっていうのがまず一つで、さらに、まあ、普段報道取材でもよく使っている EMG カメラ、はい、でこれに関しては今回その、ソニーさんの PXW-Z750、まあ、4K 撮影もできるカメラとレンズを持ち込んで撮影しました。それから、GoPro ですね。 GoPro は、はい、もう何個か持ってって、まあ、いろんなシーンで使えました。去年の秋に出たヒーロー11を、一番新しいやつ。そうですね、はい、これもうここへ、まあ、箱に 2個入ってますけど、合計4個5個ぐらい持ってたかなっていうので、いろんなシーンで使えるように、ハウジング、防水のハウジング、ね、まあ、水中でも使える、はい、さらにブリザードが来ても使えるっていうことを意識してこういうものを使ったりとか、それからあとはやっぱり多分番組見ていただいた方分かると思うんですけど、うん、空撮のドローンですよね。マビック3、ドローンは綺麗でしたね、はい。あとはさらにですね、水中ドローン、水中ドローン、水中ドローンはこいつですよね。まあ、水中ドローンもいろんなものがあるんですけど、ありますね。まあ、今回はちょっとどこまで海の中の世界を撮れるかっていうのは分からなかったんですけど、まあ、一番コスパのいいじゃないですけど、はいはい、もう10万円弱ぐらいで購入できるものを購入して実際持って行って、南極って色がない世界って言われてるんですよ。色がない世界、色がない世界、まあ、空は青くて、うん、晴れれば青くて、はいはい、雲があって、で陸地は雪原はもう真っ白、もう見渡す限り真っ白で、岩が見えると、まあ、岩の色はあるんですけど、まあ、緑はなかったりとかオレンジとか、そのパステルカラーみたいなものが自然の中ではないんですよね、うん。なんだけど実は南極の海の中はこんなにカラフルな世界だったっていうのは、本当この水中ドローンがなければ撮影できなかった。水中撮影ってどうやってきたかっていうと、潜水士の資格を取って、ね、ボンベを担いで実際にカメラマンが入って、なんなら照明やってる人も2人も入って撮影するみたいな。だけどこれわずか10枚程度で購入することができて、割と気軽にねこう投入できて水中が撮れるっていう観点で言うと、いや日本でも空撮のドローンと違って法整備ないですから、うん、ライセンスもいらないので、結構撮影道具としては、まあ、今後も日本で使ってったら面白いんじゃないかなと思うので、空中のドローンとの違いで言うと、うん、まあ、基本的にこの有線のケーブルでつながるんですよね。まあ、水の中なんで、ここはだから空中と違うところですよね。安全なんですよね。そう、水中なんで電波が届かないんで、コントローラーと、すごい、もうオール黄色つながるみたいな。オール黄色だよ。でちょっとこのタイプはモニター、なんだろう、スマホを置いてアプリで、はい、アプリで接続してこの画面を見ながら操作するみたいな、うん。あ、そう、これはね、照明かな。あ、照明だ。これはね、水平撮るっていう感じで、水平潜るはだからもう、うん、上下ですよ。だからこれもだから空中と一緒で、モード1モード2あって、下がるとか左旋回右旋回みたいな。空撮と違って正直どこにいるか分かんないんですよね。そうですね。その GPS みたいなところで位置制御みたいなのはないので、正直ドローンがどこに行ってるとかっていうのはあまり分かんないんですけど、あと結構潮に流されてる感じもあったりとか、なので実際には35メートルの深さで、ケーブルは100メートルマックス出すくらいやったはやったんですかね、はい。まずね、トラブルが何個かあってですね、入れたらですね、まず水中ドローンって基本的にカメラが内蔵されているのと、はい、あと照明もついてるんですよね、はい、なんですけど、
入れたらいきなり照明が点滅しだしたんですよ。でそれってなんでかんで上げたら治ったみたいな、うん、でそのうちカメラで撮影してる映像もジャミジャミ言い出したんですよ。でおそらくですね海水が冷たすぎて誤作動というかちょっと 壊れかけたというか、うん、でそれは水って基本0度で凍るじゃないですか、はいはい、なんだけど海水なんで、南極の海は水温がマイナス 1.8 度だって言われてるんですけど、うん、なので多分水中ドローンって普通あのなんだろう南の島、うんの暖かい海で、まあ、綺麗なあの透き通った海を、まあ、日本で言ったら沖縄の海とかを撮るような感じでそんな0度とかもうましてや0度以下で動くような多分あの風に設計されてないのかなと思っていて多分それもあってあかなり誤作動に近いような動きがありました。なので実際はあの映像どうやって撮ったかっていうともちろんこの本体で撮れた一部の映像もあるんですけど、うん、ここにさっきほどちょっと紹介した、GoPro をこうハウジングに入れてこの中に入れてなるほどここにビニールテープでこうガチガチにこうもうビニテで止めてですねまずこれでカメラは、これとともにこいつでも撮ろうということでやりました。でもう一個がライトがやっぱりライトもつかないと海中ってめちゃめちゃ暗いんであの氷で覆われてますから太陽の光ほとんど入らないっていうのと、うん、それこそ35メートル行くと基本真っ暗なんですよね。ほぼ真っ暗、もう真っ暗ですよね。なんです。なのでこれとは別に実は水中で使えるライトっていうのを用意していて、これも耐水圧それなりにあるやつなんですけど、かなり光量があるものをこれもですねこの辺にこうつけて下にね。そう。でこの状態でビニールテープでぐるぐる巻きにしてあの番組でも多分投入シーンあったんじゃないかなと思うんですけど、よくよく見るとこれねビニテでねこうぐるぐる巻きにしてるんですけど、この状態で潜らせてライトつけて収録もレックして。でそれで操作すると。なのでちょっとこんなねあの他のものつけてるんで操作もちょっと難しくなったりしたんですけど、まあなんとか何回かトライして撮影することができて、しかもあの海中だけじゃなくて生きた魚を撮影することができたんですね。あれも本当偶然で、さあの南極の海で生きた魚を生きた状態で撮るってかなり珍しいらしくて、まあ、そういった映像が奇跡的に撮ることができたっていう感じですよね。なんで本当にこれ全部持ってってよかったなって思ってます。多分これね水中ドローン実際もしそうやってビニールテープで巻いたやつとか見たら絶対かっこよくないんだよ。そう見た目はね、でもかっこよくないんだけどやっぱり撮れた映像がやっぱ全てだと思うんですよね、うんうん、だからその映像がねやっぱり、ね、すごかったからよかったっすね撮れて。いや頑張ったね。水中シリーズで言うと実はこれだけじゃなくて、あと魚を、まあ、あの魚釣りしてたチームが、はいはいはい、それはですねちょっと事前にそういうカメラないかなって探して魚の捕食シーンを撮れるカメラを探した。探したこれ見つけたんですよ、まあ、これちょっとあの製品なんであれなんですけど、ゴーフィッシュカム。ゴーフィッシュカム。ゴーフィッシュカム。続けて試しにやってみたんですよね。これがあのカメラになっていて、そうでこれを釣り糸にあのぶら下げるんですけど、でこのまあここ一応ねじ込みで防水という機能があるとされていて、うん、SD カードとか入っていて電源つけみたいな。正直うまく動かなかった。これも多分冷たすぎるからなんですよ。おそらく地上ではうまく動くんだけど、うん、入れた瞬間に映像がジャミジャミするみたいな。ジャミジャミ映像する中にもう魚が餌に寄ってきてるところが一瞬見えたんですよ。でそれ見た時に絶対撮りたいと思ってで考えたのがこれもさっきと一緒でこの GoPro と何だろうこのライトを組み合わせるって話なんですけど、最初これでやったら、うん、全然魚釣れなかったんですよ。でそれなんでだろうって考えた時にもしかしたら眩しいのかなと思って明るすぎる。でこれ GoFishCam のライトって
ここにちっちゃく緑の点で出てくるんです、うん、緑のライト。あ、だからもしかしたら魚がなんかあんまり明かり的にも、確かに普通真っ暗なところで生活してる魚なんで、あんまりその目にあの厳しくないというか、優しいライトが緑色なのかなと思って、うん、なのでこいつをライトとしてだけ使って、なるほど、でカメラはこれだと壊れちゃってるから、これならいけるから、これとこれを組み合わせて緑のライトに映像は GoPro っていう形で、それもちょっとその場でこうお手製で作ってやったところ、あの映像が撮れた。なのであの魚の捕食シーンは緑のライトが当たった映像になってるのはそういう理由なんですよ。そうですね、そう、確かにそう、そうなんですよ、うん、はい。でっこっていう、これもまあなんとか、うん、あの現場で工夫してっていうか、うん、あのこれはね、僕らだけじゃなくて、もう研究者の皆さんがやっぱ南極に今いろいろ準備して持ってってやってるのを僕ら撮影してるじゃないですか、うん、でもいろんなトラブル起きるんですよ、うん、でそれを彼らはやっぱりそのなんとかしてその場で解決できる方法でいろいろ解決していくのを僕も撮影しながら見てると、これやっぱりまあ僕らの仕事にも通じるところあるなと思って、で僕も撮影するために準備していったものはあるんだけど、やっぱりうまくいかない部分たくさんあって、まあでもなんとか撮りたいっていうまあ気持ちでなんかこう組み合わせつつ、もうこのそういう連続でしたね、132日間だってもう南極なんでそうですね、なんかもう新しくなんか機材を購入して届けてもらうことできないですから、うん、もうあるものの中でなんとかするみたいな、それはもう本当僕に限らず皆さんそうされてましたね、はい。なんかあの、うん、まあ、ちょっと今 GoPro のね、うん、まあ、話が出たので、はい、GoPro の映像って水中だけに限らず、はいはいはい、結構いろんなところでなんか使ってたような気がするんですよね。使った映像でいうと旗が立っていて、それが旗めいていれば風が強いって表現できるじゃないですか、うん、はい、絵で。だけどそういうものが全くないとあまり分かんなかったりするんですよね。なんだけどそのすごい足元を見るとその風が強くて粉雪が、まあ、雪降ってなくても地上の氷の上の雪がさーっとすごいスピードでこう流れてたりするんですよね。それをなこう小型のカメラをこう近づけてこう撮ったりとか、うん、でそういうのってじゃあこのシネマカメラで撮ればいいんじゃないのって話もあるとは思うんですけど、やっぱりですね、あ、やっぱりというかこのシネマカメラ用のきちんとしたあの、防水カバーというかレインみたいなのがあんまりいいのがなくて、あの持ってったは持ってったんですけど、実際やっぱ操作をしながらファインダー見ながらとかって考えるとちょっと怖いなっていうか、というのはその壊れあのこのカメラが壊れちゃうのが一番嫌だったんで、なんであんまりそういうこう攻めた撮影っていうのができなかったっていうのは正直あって、で一方で GoPro はきちんとこのハウジングもあるし結構ちゃんと撮れるんですよね。なんであの結構役立ちました。水中も行ければちょっとなんかあの天気が悪い時とかでも、使える。なんかあの日本で使ってると正直このハウジング入れてあの30分とか1時間近く回してると逆に熱がこもっちゃって止まっちゃったりとかあるじゃないですか、うん、その点南極めちゃめちゃ寒いんで、なるほど、長時間回してても止まんないんですよ。それはすごい。そうだからこれはすごいな。 GoPro のデメリットが南極では一切なくなって、ただただ撮れるただただ撮れて手軽に撮れるみたいなところがすごくいいところでした。で、うんうん、定点でやっぱ何時間も撮ると、うんうん、さっき言ったように止まるんですよね、うんうん、そう熱でね、そう特に夏とか、うん、やっぱあれ止まってるってなるけど、やっぱ南極の寒さと、そうすごい逆にいいみたいな。だからあれですよ、あの定点って意味だと一番良かったのは、うん、GoPro で撮ったタイムラプスで、タイムラプス聞きたかった。南極の僕らが行った夏って白夜って言って日が沈まないんですよね。だからその太陽が地平線スレスレに落ちていくと思いきやまた上がっていくっていう、うん、この絵を撮るのにあのタイム GoPro のタイムラプスであの一晩中回しててももちろん止まることなく撮れたっていう。時間ってどれぐらいなんですか？結構長いですね。それもやっぱりそのじゃあどれくらい の、うん、あの感覚で撮るのがいいのかとか、うん、まあ、方角でどういうのがいいのかとか結構トライアンドエラーでやったんですけど、それが何時間後にどこになるかってちょっと分からなかったですが、今例えば、夜の10時だよなと思って、一応その
一番日没というか低い時間っていうのが予想では出ていて、何時間後に90度で24時間の4分の1 6時間みたいなってことは、あと3時間後にはこの辺ってことは、じゃあこの辺をまっすぐにするかみたいな、なんかそのすごい、なんか俺もう一人でこんなことやってみんなに、あいつ何やってんだみたいな、いやいや今すげえ重要、今太陽こっちで、こっちが6時間後、3時間後がよしここだみたいな。あ、なるほどなるほど、すごくわかる、そうそうすごくわかる。セルさんが言うのは南極じゃないですか。そうなんですよ、インターネットも使えないんでスマホ使えないんですよ、スマホ使えないから、なんかでもそうなんですよ、あのそういうなんかあの全然なんだろう、あの予備知識というか、その場で何か調べてどうだみたいなことができないんで、ああだよなこうだよななんて言いながらそうやってましたね。あとね、同じ GoPro なんですけど、なんかその隊員の人がなんか作業してるやつも、多分芹沢さんとかがやっぱこう GoPro 持ってかな、多分ステイかなんかこう持って、うんうん、それでこう撮ったりとか、うんうん、要は普段使いみたいな、うんうん、要は僕らって、うんうん、例えばこのこういうシネカメラ、一眼カメラと、うんうん、XD カムみたいな大きいカメラで、うんうん、やっぱ人が作業してるのを撮る、はい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 、で GoPro はやっぱりその定点とかやっぱ固定で撮るっていう撮り方がやっぱ多い。あ、なるほどね。でもなんか あの映像を見ると結構 GoPro でやっぱり撮っちゃうみたいな、はいはい、だからなんか自然に撮れてる感じがするんですよね。なんか圧迫感もないし、取材チャンスがドキュメンタリーなんで常にあるんですよね、うん、だからあの約束して取材をするというよりは、うん、その普段の観測隊の皆さんの作業、観測作業の中で撮影をしていくっていうスタイルなんで、あの正直ですね、常にこの例えばシネマカメラとか ING カメラを構えているって結構難しいんですよね、うん、なのであの決まったセリフを言ってもらうとかそういうことでもないですし、なので逆に GoPro は常に持っていられるものとして、あの軽いし小さいし、そうなんです、あの忍ばせておくみたいな、うん、なので正直あの特番で使った映像の中にも、今このタイミングで回したいって時にパッと出して電源を入れてスッと回すみたいなタイミングもあったので、多分そういうシーンがあったのかもしれないし、あとはそのそうですね、特にあの雪上署で現場に出てアイスコアの研究をされている栗田先生のところとかは結構その天候も変わりやすかったので、あのさっきと同じ理由でその雪がね舞ってとかそういうのを常にケアし続けるというよりは GoPro で撮るというのも対応したっていうのもありますね。栗田先生はあのあれですよね、ブリザードとかで外にやっぱ出れない日があったりとか、そうですね、はい、でその時にやっぱ中でもやっぱなかなか出れない様子とか、はい、もうやっぱなんかすごい自然な、あの待ってる表情とか、はい、そういうのもやっぱすごくなんか僕感じたんですよ、うん、でもそれがなんか初め固定カメラかなと思ったんですよ。あ、じゃないですね、はい、でもなんかすごくそれがその自然な表情とか自然なやり取りが、うん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 、に見えたんですよ。あ、なるほど。多分それがもしかしたらこのやっぱちっちゃい GoPro で、そうですね、それさりげなく撮ったような、それも含めてやっぱ、ね、こいつがすごく撮ってくれたのかなっていうのはありますよね。そうですね、確かにあの、うん、雪上車の中では、うん、まあ、定点というよりはそうですね、基本的に手で持って、うん、ちょっとこうなる、そんなにこうなんだろう撮ってますみたいな形でやるんじゃなくて、うん、スッとこう持ってますみたいな撮ってますじゃなくて持ってますみたいな持ってます、はい、感じで、そんなに自分もその、うん、それこそファインダーも見ずに、うん、なんとなく感覚的に撮ってるみたいな感じの、うん、撮り方っていうのもありましたね。一番活躍したのはもしかしたら GoPro なんじゃないですか。ああ、そうですよね。なんかあの本当に普段の僕たちの取材だとそこまで使わないと思うんですけど、いや結構良かったと思いますあのだからね、正直ね、音も結構ちゃんと取れて、あ、それねすごく思ったんですよね。これあのやってて思ったんですけど、やっぱね声がねすごくクリアだったんですよ、うんうん、なんかあのきちんとそれを意識してあの音声を収録してるシーンもあれば、うん、別に GoPro の方も多分ね、この本体だけで、使ってるとあの一応本体内蔵のマイクもあるんですけど、はいはい、まあ、これとは別にこのメディアモジュラーっていうやつがあって、これつけるとさらにかなりあのクリアに音が取れる印象ではありました、うん、でこれを実際にこうでこれで、こう取っ手をつけて撮るみたいな感じなんですけど、かなりあの優秀なマイクだなって思いましたね。はい、コンクリート作ってます。初めてです。本業は教員です。学校の教員です。こんなあのハードな仕事があるとは思ってなかったです。私は気象庁の職員です。いや、すごくいい音でした多分この本当に
割と例えば今山下さんみたいにこの距離感で撮ってたらもう十分音は撮れてますみたいな、うん、大体これぐらいの距離ですか。まあシーンにもよりますけど、うん、なんかちょっとこう作業してるのに話聞くとか。そうですね、うん、はまあ全然あのそれこそあのアイスコアの研究でその積雪断面観測とか、うん、あの穴を掘って、うん、あれそんなに広くないですから、うん、まあ割とこれぐらいに近い国もな、距離もなりますし。でも人と人とがやっぱ会話する距離ですよね。まあそうですね、基本的には普通にそうです。自分がこの撮影のために、うん、あの必要以上に近づくっていうようなことはやってない。うんうん、いやすごいね、やっぱそれがこの距離で ENG ってすごいよ。もうこの辺にレンズが来たらもう結構なこうなっちゃいますよね。いやでもそれがねすごく出てた映像だと思います、うん、いや GoPro 優秀だね。よかったよかったと思います。あでやっぱもう一個そろそろ行きますか、うん、普通の空飛ぶドローンの話しますか。あドローンですね、このドローンもねすごかったよね。ドローン